はい、こんにちは、ゆきちゃんパイセンです。今日はね、じゃん、明治たけのこの里はちみつバター味、こちらを買ってきました。はい、前回というか、この間ね、きのこの山の何味だっけ、あれはね、なんだっけ、そう、メープルバニラ味をね、この間やったんですけども、その時にたけのこの里のはちみつバター味もあって、どっちにしようか迷ったけどそっちにしたよっていう話をしたと思うんですよ。で、その後にね、またちょっとお買い物行く機会がありまして、で行った時に、たけのこの里のね、このはちみつバター味もあったので、ちょっとどんな感じなのかと思ったので、買ってきてみました。はい、そうだね、この上のコーティングされてるのが、まあ、何これ、バター風味なのかな、バター風味、うん、蜂蜜バター風味だと思うんですよ、このチョコレートが、おそらくね、うん。で、なんかね、この下の、なんつうのかな、クッキーっつうの、うん、このクッキーが、普通の定番だと、なんかし、普通の、なんていうのかな、茶色というか、あんなような感じだけど、今回ね、なんか黒っぽいんだよね。うん、これがなんかね、多分このはちみつバター味のやつと定番のと違いがあるんだと思うんですけど、これがね、どんな感じなのかっていうのも楽しみですよね。どうやらね、なんか見るとどっかに書いてあったかな、公式上とかにはね、なんかココア風味のクッキー味になってるみたいなんですけども、まあその辺もね、どのぐらい出てるのかちょっと楽しみですよね。まあね、早速食べていかい待ってないね、食べていきたいと思います。はい、表こんな感じ、裏こんな感じ、裏はね、まあなんともないよね、まあいつもなんかこういうの入ってるよみたいなね感じです。はい、開けます、早速。はい、今ね開けました。はい、こんな感じで開けました。いや、まやっぱね、ここ袋入ってるよね。あー、開ける前にさ、風が強い日が何日か続いたりとかするからさ、で、そういう時にちょっと買い物行ったりとか病院行ったり しなくちゃいけないっていうもの時があって、僕もまあ鼻水だったり目が痒かったりってね、ちょっとね花粉っぽいんで、ほんとね今も目がちょっと痒かったり鼻水がちょっと出てくるような感じもするんだけど、ジュクジュクしながらも、やっていきたいと思います。はい、まあね、開けていきます、早速。はい、今ね、いつもみたいにちょっとね、手でビリってできなかったので、ハサミを入れてみました。ちょっとね、また分かりづらいかな、こんな感じ。見えます？うん、なんかこんな感じ。ちょっと香りね。蜂蜜バターの、なんか発音変。蜂蜜バター味の、蜂蜜系の香りがするのかな？あー、確かになんかね、蜂蜜っぽいような香りもするけど、なんか、若干バター感が強いような気も しなくもない。ちょっと一個取ってみるね。はい、こんな感じ。うん、ほら、舌が黒いでしょ。これがね、なんかココアっぽいっていう風に書いてあったんですけど、で、上がはちみつバター風味なのかな、おそらくね、はちみつとバターって書いてあるからはちみつバター風味になってると思うんですけど、どれぐらい、濃いのか、濃いというか、その蜂蜜バター感がかなり出てるのかちょっと楽しみです。いただきます。お、うん、あー、ね、なんていうのかな、最初口に入れて一口口に入れて一噛み二噛みした瞬間に、なんていうのかな、蜂蜜の甘さがふわーって広がる。うん、バター感よりも蜂蜜感の方が強いね。うん、蜂蜜の風味がふわーって広がって、なんかバター感もあるんだよ、バター感もあるけど蜂蜜感の方が強いから、なんかふわーってその味が広がって、なんかね、この下のこのクッキーサクサクなんだけど、ちょっと見えるかな、サクサクなんだけど、ココアクッキーって書いてあったけど、ココア感はねそんなに感じられない。うん、ほのかにココア風味がするかなっていう程度で、全体的に一番強いのは蜂蜜バター感が強いかな。うん、
最初は蜂蜜系が来て、次バター風味がいるかなみたいな。で、なんかココアクッキーのココア感も若干あるかなって。でもこのサクサク感はやっぱり美味しいよね。うんうん、あのね、結構蜂蜜感は米なんだけど、あのなんていうのかな、いいバランスなんだよ。うん、めちゃめちゃズバ抜けて蜂蜜がドカーンって濃すぎるではなくて、ある程度のところで結構濃いんだけど、ちょうどバランスよくバター風味とか、ココアのココアクッキーに程よく風味が出てて美味しい。うん、なんかさっきからさ、食べながらクシュンって出そうなんだけど出ない。うん、まあね、これはね、なんつうのかな、たけのこの里のこのクッキー生地もね、定番の時と同じように美味しいじゃないですか、たけのこの里は里で。うん、でもこれが今回ね、このココアクッキー味になってるということで、普通の定番のあれとはちょっと違う感じだったんですけども、ココアクッキーもなんていうのかな、ビターみたいな、ほろ苦いっていうかビターっぽいような感じはしないですね。うん、なんかどことなくココアクッキーっぽいかなみたいな。うん、そんなに強くは出てないです。でも、全部がこうふわって合わさって美味しいですね。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、こちら明治たけのこの里はちみつバター味、こちらを買って食べてみました。ね、こちらはなんかね、そうだな、最初の、本当に最初の1個目の一口目が入れて一噛み二噛みぐらいした瞬間に、あ、もうすごい蜂蜜の味がふわー、香りもね、ふわーって鼻に抜けるような感じで、いい香りもするし、蜂蜜感の味も風味もして、その後にちょっとバター感いるかなみたいな感じがしてね、すごい美味しかったです。うん、どっち、なんつうの、タケノコの里とキノコの山の、今回蜂蜜バター味で、あっちのキノコの山の方が、メープルバニラ味だっけ、どっちがいいってね、やっぱりこれは生地というか、そのスティックのお菓子の部分も違うから何とも言えないんだけど、僕的には両方好き。どっち選べって言っても、選べないね、これはね。どっちも僕好きです。これはね、どっちもあったら買ってもいいかなっていう感じです。はい、選ぶのちょっと難しいね。強いて言ったら僕はキノコの山のメープルバニラ味の方が好きかなっていう感じはするけど、これはこれでもうね、美味しいので、はい、やっぱり蜂蜜バター系の好きな方、まあ蜂蜜系の好きな方とかもいると思うんですけども、いう方でも結構蜂蜜の風味とか香りもしているのでおすすめだと思います。気になった方はですね、僕コンビニで買ったんですけども、あ、コンビニじゃない、ごめんなさい、僕はね、スーパーさんの方で買ったんですけども、コンビニ等にもあるかと思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。